オリマラオオリマラオ干渉の位置オリマラオ干渉は太平洋北西部カロリン諸島の干渉。ミクロネシア連邦のヤップ州に属する無人の干渉で、陸地面積は0.2平方キロメートルである。エラート干渉の北西35キロメートルほどの位置にあり、ヤップ島の南東860キロメートルほどの位置に存在する。エラート干渉と同じ自治体に属している。 証拠も含めた干渉の面積は11平方キロメートルほどであり、長さ5キロメートル、幅は3キロメートルほどである。証拠は6平方キロメートルほどの面積であり、南部に2カ所の外部と接続する水道がある。2個の小島があり、合計の面積は0.2平方キロメートルほどである。折茂尾島が干渉北東端にあり、最大である。もう1島は、 干渉南西端のファリピ島であり、面積は2.4ヘクタールほどである。両方の島に、ココヤシが生えているほか、草とべらなどの低木植物も生育する。干渉全体が、オリマラオ保全地区の一部となっており、地域は、ウミガメやヤシガニ、ウミドリなどの繁殖地として保護されている。アトールエリア、デプスレインフォールハット・オーシャンドッツ、ウェイバックマシン、 The Federated States of Micronesia National Biodiversity Strategy and Action Plan 2003ありがとうございます。